皆様こんにちは大ニュ,ースですニューヨーク市警の警察官でアメリカ陸軍予備軍のメンバーでもある男が中国政府の特別工作員として活動した容疑で逮捕されました訴状によると中国のチベット地方に生まれアメリカに帰化した33歳の男性バイマダジ・アングワン被告はニューヨークの中国総領事館に現地のチベット人に関する情報を提供していました 検察によると、アングワン被告はクイーンズ区で働いており、ロングアイランドのナッ郡に住んでいました。彼は9月19日に逮捕され、ニューヨーク州東部地区の地方裁判所に出廷し、保釈なしの公勤を命じられました。アングワン被告の弁護士であるジョン・ F ・カーマン氏は、本件について大起源へのコメントを控えました。アングワン被告は、中国当局の任務への従事、通信詐欺、虚偽の陳述、公務執行妨害の容疑で起訴されました。 全ての罪状で有罪となれば最高55年の禁錮刑を受けることになります。検察はまた、当被告は中国総領事館の幹部がニューヨーク死刑幹部と接触する手助けをしたとも主張しました。訴状によると被告はアメリカ陸軍予備軍の民事専門家でもあり、ニュージャージー州ホートデックスに駐留する二等軍曹です。彼の仕事には民事プログラムの計画、 訓練・実施が含ままれていました彼は仕事で必要なシーククレレットレベルのセキュリリティ・アランスを持っていました2018年12月アングワン被告は彼が「ボス」と呼ぶ匿名の中国総領事館の幹部への電話で「自分が中国政府の情報提供者だ」と伝えたとえ最後に彼らに何らかの理由で断られても少なくともここの警察内部に私がいることを伝えてくれ」と話しました。 被告はニューヨークの中国総領事館の職員と定期的に連絡を取っていました。彼は2018年6月から2020年3月までの間に少なくとも55回にわたりボスに電話やメールで連絡を取っていました。ボスは中国の建国を祝う総領事館の国慶節レセプションに彼を招待していました。2018年10月30日の電話でボスはニューヨーク死刑で昇進したアン・グアン被告を称賛し、 同被告は故郷の人々のために昇進試験を準備していたと返事しました。多くの人があなたを見ているとボスは答えました。2018年11月19日には被告はボスに我が国のソフトパワーを高めるために近く開かれる予定のニューヨーク試験のイベントの情報を伝えました。被告はこの情報がボスの中国政府内での出世に役立つと示唆しました。被告はボスに 今後あなたが北京で何らかの役職に就いた後私はあなたの正体を待っていると話しましたアメリカ連邦捜査局 FBI のウィリアム・スウィーニー副長官は声明でこれは典型的な内部者による脅威だと述べました訴状の通りアングマン被告は外国政府のために活動し虚偽の陳述でクリアランスを取得しニューヨーク市警の警察官としての地位を利用して 中国政府による違法な情報提供者の発掘を手助けした検察はアングアン被告が中国政府のために活動していたことを司法長官に通知しなかったと述べました外国政府のエージェントは連邦法の下で司法部に登録する必要がありますニューヨーク市警のダーモット・シア警視総監は死刑の情報内務局は同被告の捜査で FBI の傍聴部と協力したと述べましたシア警視総監は 訴状で主張されているように、アン・グワン被告はこの国で彼がしたすべての先生に違反した。一つはアメリカへの先生、もう一つはアメリカ陸軍への先生、そして三つ目はこの警察局への先生だ、と電子メールの声明で述べました。アン・グワン被告は最初、文化交流ビザでアメリカに入国した後、チベット人として中国で逮捕され拷問を受けた、と主張し、 アメリカへの亡命を認められました。